おはようございます。朝から本当だ。その裸になってこっち来るな。汚い。あっち行けよ。やだ。いやおい、カットすいませんよ。カットしてませんよ。朝食ができました。おしょう一口ください。ランさんまだですよ、タイミングが。申し訳ございません。今日の朝食はサラダ、巻き場の朝ヨーグルト、卵サンドに、あと、ザクッとしたチョコチップクッキー、そして、コーヒー、ミルクコーヒーです。ではいただきます。ちょっと待って、ランさん、あのザクザクっとしたチョコクッキー一個ください。ダメです、あげません。おしょうみきち。ではいただきます。なんか前から気になってたんですけど、このでっかいの、これ何かなってずっと気になってたんですけど、多分菊芋、なんか菊芋な気がする。なんか父が血圧の薬代わりになるって菊芋をなんかスーパーで探して買ってるっていう話を夫のお父さんにしたんですよ。でそしたらなんか誰かが呼んでる。もしかしたらそれを今、菊芋を育ててくれているのかもしれない。なんか、聞こえる。夫がなんか、風呂場から叫んでる。布団を干しました。夫さんが掃除機をかけております。ブラウンさんは、ピカちゃんから引き継いだ、ハニーバタークルミを、今、大事に持っておりますね。夫さん、お掃除お疲れ様でした。夫さん、札幌オータムフェスト行くんですか？行かない。なんで行かないんですか？行く時間がない。イエーイ。
物が干せました。ただいま9時22分です。ちょっと遅めです。30度です。今日も34度まで上がります。暑い。今からお母様はお仕事に行ってくるね。帰ってきました。今日のお買い物はこんな感じです。今日はもやし、お好み焼きに、スパゲッティ、そしてもう梨っていうのは買ったらすぐ食べないといけませんってことで、多分昨日食べたやつの、これはこいつらは同期です。50円引きになる。プリンアラマージュ、まあこんな感じですかね。今から夕食を作ります。今日はこちら の乾物屋さんのアジ、これを焼きます。サイドメニューを作ります。そしたら昨日買った2個で100円のブナシメジちゃん、めっちゃでかいですよ。なんか足の指みたいじゃないですか。とこれと、ハーフベーコンとニラちゃんです。で、調味料は、マヨネーズ、めんつゆ、ごま油です。あと、白いすりごまがいいんですけど、黒いすりごまがめっちゃあるんで、本当は白のすりごまを使ってもらいたいと思います。では、まずはデザートから。今日も、なしちゃん。まずはごま油でブナちゃんとベーコンを炒めます。ブナシメジでかいですね。足の親指ぐらい。はい、火が通りましたら最後にニラちゃんをさっと炒めます。では調味料がマヨネーズ2、3、3つぐらい。それに対してすりごまが2杯、めんつゆが1杯、これを混ぜ混ぜします。今こちらができましたのでちょっと味見をしてみます。熱そう、おいしい。なんかとってもごまって感じの味がします。うん。続きましてわかめともやしで酢の物を作ります。調味料はこんな感じです。醤油と酢が大さじ2で、あと全部大さじ1ずつです。では和えていきます。ちょっと味見してみます。
ので美味しいです。あ、もっとね、ちょっと納豆と味噌汁もあるといいとか言い始めたんで、ネギを積まないといけなくなりました。夕食ができました。今日はアジの開きちゃんに大根おろしをかけて、で酢の物と納豆、さっきのうなしめじの炒め物、味噌汁です。ではいただきます。あ、なしちゃん、オットサイやってみてください。背中の後ろ、はい、めちゃくちゃ体の硬いオットさんが背中の後ろで手を合わせることができました。強さの秘密はこれだそうですよ。背中の後ろで手が合わせれるかどうかみたいですよ。